マリア・クリスティーナ・フォン・ザクセンは、ドイツのザクセン選定校家の公女で、帝国修道院の一つ、ルミルモン女子修道院の修道院長。全名は、マリア・クリスティーナ・アンナ・テレジア・ザロメア・オイラリア、フランツィスカ・クサベリア、ポーランド王及びザクセン選定校、アウグスト3世とその妻で神聖ローマ皇帝・ヨーゼフ1世の、娘であるマリア・ヨーゼファの間の、第十子、六女として、 ワルシャワ郊外のビラヌフ宮殿で生まれた。中の養い両親や兄弟姉妹に囲まれて育ち、高度な教育を受けた。哲学、地理、宗教教育、描画、音楽及びダンスなどを教わり、母語のドイツ語に加えて、ラテン語、フランス語、ポーランド語を習得した。1747年、姉のマリア・ヨーゼファが、フランス王類15世の長男ルイ・フェルディナン、 王太子と結婚した。1764年、フランス王太子の義妹という縁から、マリア・クリスティーナは、ロレーヌ地方のルミルモン女子修道院の補佐修道院長に選任され、1773年に修道院長に昇格した。ルイ15世やロレーヌ校、スタニスワフ・レシチンスキから多額の年金を与えられていた彼女は、頻繁にパリを訪れて、 感激や勇気をにふけった。フランス人の間では教養高く、馬術の巧みな王女として称賛された。1775年に、アルザス地方のブリュマト城を購入し、この城で贅沢な生活を続けた。1782年に死去した後、老いの新王ルイ16世は、彼女が残した136,876リーブルもの借剤を支払わねばならなかった。 意外は、ルミルモンに、内臓は、ブルマトに、心臓は、ドレスデンに埋葬された。死後、ブルマト城は放棄され、フランス革命の時期には略奪の対象となった。ありがとうございます。